全国花火競技大会は、秋田県大選手大曲地区の大物川河川敷運動公園において、例年8月最終土曜日に開催される花火大会であり、一般に対局の花火として知られている。日本三大花火大会、かつ日本三大競技花火大会の一つとされる。1915年から当大会の正式名称は減少であるが、 約30年後の1946年に、茨城県土浦市の競技花火大会が当大会と同盟に変更したため、同年から半世紀弱の間、同盟の花火大会が2つ存在する状況が続いた。しかし、1992年より土浦が土浦全国花火競技大会に解消したため、2つの大会が同盟である状況は解消した。 2000年からは全国で党大会と土浦の二つの競技大会にのみない各総理大臣賞が授与されている。日本政府の国務大臣及び長官から授与される賞の数は党大会が5つと2番目に多い土浦の3つを上回って全国の競技花火大会の中で最も多い。また日本で唯一の昼花火の競技大会もある。党大会は 選抜された28社が3部門のすべてに出場し、夜花火の2部門での総合評価によって優勝者を競う。すなわち、花火師としての総合力を問う大会といえる。一方、約70社が出場し、スターマインの日本一を決める土浦とは趣旨が対照的である。打ち上げ終了後に観客と花火師たちの間で行われる。 エールの交換日本演歌協会が講演し、かつ内閣総理大臣賞が与えられる花火大会は、全国で東大会と土浦、全国花火競技大会の2大会のみであり、東大会が日本国内では最も権威のある競技大会である。会場対岸には姫神山、福田山などがあり、それらの山に反射する音と花火観覧の邪魔になる。 光がないこともこの大会の自慢の一つである。1910年に、大宇六県演歌協進会として始まり、第二次世界大戦などによる中断を経て2018年で92回目の開催となった。競技は、17時頃に開始される昼花火の部と、19時頃から開始される夜花火の部からなる。規模は夜花火の部の方が大きい。昼花火の部は午後早打ち5発。 割り物、または、煙流。夜花火の部は、十号玉の部と、創造花火の部で競われる。十号玉の部では、十号玉二発が打ち上げられる。一発目は、三重心以上の心入り割り物で、座り、盆、肩、消え口、配色などの基準で審査される。二発目の自由玉は、一発目の心入り割り物と、重複しないことが条件となっている。創造花火は、 花火は、マリーという概念を破り創造性を追求する。したがって、形は、従来の丸型にこだわることなく三角でも四角でも、良い。最近、他の花火大会でも、笑顔や、アニメキャラクターやひまわり、麦わら帽子、サングラス、時間差花火が、おなじみのものになったが、このような創作花火は、この全国花火競技大会が、発祥とされている。 テーマを設けて2分30秒以内で、形態、色彩、リズム感、立体感などの創造性を審査する。主流は即射連発だが、8号玉早打ちでも良い。総合優勝者には、内閣総理大臣賞、創造花火の武優賞に、経済産業大臣賞、15割物の,の武優賞には、中小企業庁長官賞、昼花火の武優賞に、大会会長賞が与えられる。 また特別賞で文部科学大臣奨励賞がある。2010年には100周年を記念して100周年記念花火が打ち上げられた。また第85回大会から前年の大会で内閣総理大臣賞を受賞した花火師によるエキシビジョン花火が打ち上げられている。さらによる花火の部では各プログラムの合間に共産企業による仕掛け花火や 特別提供番組などのプログラムが実施される。競技会の合間にテーマに合わせて打ち上げられる。ワイドスターマイン。大会提供花火は毎年大変な人気で、各会ごとに異なるテーマを掲げて大曲り花火。共同組合青年部が1年かけて制作する。大会提供花火は幅500から900メートルに及ぶワイドスターマイン。 一セットのスターマインではなく一列に並んで何箇所も打ち上げられ音楽に合わせて約5から7分にわたり壮大な打ち上げを行う。フィナーレの速射連発数箇所からシンクロで上がるトラノを一斉に上がる銀冠、西機関は悪巻。ドイツ・ハンガリー、台湾、韓国など海外でも大会提供花火の名で打ち上げられた。その他、 夜の部オープニングの500メートル内上がらつけ、スターマイン、打ち上げ終了後に観客がライトを振って、花火師に感謝を伝える、エールの交換などが名物となっている。ちなみに、競技玉は作った本人が打ち上げなければならない。また安全面から、花火の火の粉が消えずに地面に触れたら、減点などの細かな基準があり、このことからもこの大会が、 日本のトップクラスの競技会であると言える。大選手大曲地区にある諏訪神社祭典の余興花火として1910年に第1回大う六く県演歌共進会が開催主催されたのが始まりとされ、1915年によりレベルの高いものを目指し全国花火競技大会と名前を変え規模全国に広げた。1964年に創造花火が生み出される。 第二次世界大戦後すぐに大会は復活したが戦後の物資不足と混乱より観光客の数は激減したその後も水害や競技大会という特殊な開催方法がなかなか観光には馴染まず観客は少なかったこの大会を見るのは地元民花火業者とよほどの花火通りを辞任するような花火愛好家のみだった例えば1982年の 第56回大会の観客は10万人と発表されている。しかしその後、過疎化が進む市の町おこしイベントとして利用したい自治体が津和神社祭典とは独立した行事として PR を開始。東北6県では有数の花火大会となり、1990年代初頭には観客動員数が40万人を超えた。1997年に、 秋田新幹線が開通し、大曲駅に乗り入れるようになると、旅行業者、鉄道会社らが県外で競って、大曲花火ツアーを企画。また NHK でこの大会が全国放送されるようになると、さらに知名度が上がり、2007年の第81回大会では、過去最高の約76万人を記録した。大会の歴史を知る資料としては2006年11月に、 第80回全国花火競技大会記念誌が編集発行されている。2020年は2019新型コロナウイルスの影響で1年に延期。以下は第60回以降から出場した演歌業者である。過去に出場した演歌業者も含む。2006年より起用された当大会のゆるキャラ系のイメージマスコットキャラクター。 毎年 NHK の衛星放送で生放送されている。BS アナログハイビジョン時代の1998年から夏の特集日本の祭りシリーズの一つとして生中継されは録画放送のみ後日 BS2 でも再放送されていた。BS デジタル放送開始後の2001年からは BS デジタルハイビジョンでも同時中継しているをもって終了。 また、2から3週遅れの金曜夜19時30分2 0時43分に、秋田局ローカルの秋田スペシャル2007年は、ワンダフル東北で73分の短縮放送で、再度放送されている。2010年は8月28日に BS ハイビジョンで、生中継し、翌29日には海外向けに NHK ワールド、プレミアムを通じ、15時15分18時に、 録画放送を行った。BS デジタルハイビジョンでの中継放送は2010年で最後となったが2011年以降は BS デジタルハイビジョンの実質の後継チャンネルである NHKBS プレミアムでハイビジョン製中継されている以降よりスーパーハイビジョン放送に対応。5.1チャンネルデジタルサラウンドを用いた音声多重放送であり花火の打ち上げ中は 主音声では基本的に現地の音声のみで、副音声では各花火の解説や見どころを解説者が紹介する。本番組での制作協力はオフィス2 1地元県域 FM 局である FM 秋田では、2010年は19時21時に、2011年は18時30分、19時55分に、それぞれ会場から生放送を行った。2014年から、 とも対局で駐車場情報など終日全編制放送を開始。観覧ゲートの案内標識花火そのものは、尾物川河川敷運動公園で無料で見ることができていたが、2017年からゴミ処理や会場警備等運営費用の増大を理由に自由観覧席での観覧車についても、一人千円の環境整備協力費が徴収されることとなった。その他、 有料の桟敷席や乗り面を利用した一席、キャンプができる駐車場なども用意されている。ただし、有料観覧席は、徹夜組モデルなど発売後すぐに完売するのが通例である。ただし、2018年は抽選制ではなく先着販売となり、完売まではいくらかの時間を要し、余裕を持って入手することができたようである。有料観覧席は、 大会協賛企業に優先的に販売されており、またチケットはウェブ上で転売を禁止しているものの実際はオークションにより高額で取引されるなど本来無料で見ることができた花火が有料化されたことへの批判も高まっている。運転順限がほとんどないのもこの大会の特徴だが、過去には台風などの自然災害で大物川が増水し、打ち上げ場や 観覧席が確保できない場合に限り順延となったことがある。雨天でも開催されるため、雨天時でも観覧したい場合には、レインコート、長靴、闘争等の準備が必要になる。なお、過去に順延となった場合は、次の週の平日に開催された。人口4万人弱の大仙市大曲地区に約70万人の見物客が押し寄せるため、混雑による混乱が見られる。 JR は、臨時列車を出し701系電車を最大7両編成に、秋田新幹線仙台、森岡、秋田発着の臨時列車を設定して輸送している。しかし、大雨本線、田沢湖線は、普通列車と秋田新幹線が、同一の線路上を走行しているため、大規模な増発をするも、単線路線の列車の行き違いの都合で、乗車時間が集中してしまう。また、 大曲駅隣接の駅では、一応電車は停車するものの、始発駅から大曲駅まで誰も降りない、満員状態のため、危険防止もあり、車掌から次の列車に乗りよう指示されることもある。車での来客は、秋田県内からが最も多く、ついで宮城県、青森県、岩手県の順になっている。大仙市大曲地区から半径 50km 圏内の、 主要道路では全てが黄色点滅信号になっているが、大会終了後は大仙市大曲地区から秋田市中心部まで約 50km が最大5時間という渋滞が起こる。駐車場も通常の駐車容量では収まりきれないため、大会関係者が用意する臨時駐車場、オートキャンプ場、一部の道路、また民家でも臨時駐車場を設けるところがあるが間に合ってはいない。 このため2004年からパークバスライド方式を採用し、横手市方面からの渋滞を防ぐことも行う試験を行ったり、毎年地元の秋田放送、秋田テレビ、NHK 秋田放送局、FM 秋田と日本道路交通情報センター、秋田情報センターでは渋滞対策に関する呼びかけラジオ CM などを毎年1週間前から流している。 花火会場となる、お物川河川敷運動公園の混雑は、さらにひどく、過去には、対局の花火ツアーに参加する旅行会社の担当者本人が迷子になったり、集合場所は、バスという雑な扱いをしたり、大会終了後の混雑に我慢しきれない、多数の観客の無謀な行動で、お物川河川敷運動公園の土手部分が崩れたり、警備員が足りずたの地方から派遣され、 土地勘のない状態の中で混雑をさばききれず、戸惑う警備員もいた。このため現在では、大曲駅から徒歩で来る来場客には、観覧会場ゲートごとに設置されている、リンゴ、バナナ、メロン、みかんの絵を掲げた看板で、誰でもわかりやすく誘導できるようにしている。全国花火競技会会場では、ゴミは持ち帰らないというルールになっていて、 場内アナウンスでも持ち帰らないように呼びかけがある。数年前までは、常識的に考えゴミを持ち帰る観客が結局、市内道路上に捨ててしまい、おびただしい量のゴミが街中散乱する問題が深刻化した。今では、ゴミは主催者が会場、駐車場及び、キャンプ場に用意する巨大ゴミ箱や集積スペースに捨てるよう奨励されている。 ちなみに公式サイトによれば、大会付近で出るゴミの量は毎年100トンを超えるという、泊まり込みの観覧客数十万人という観光客が押し寄せるため、雑踏事故の防止や交通路の確保のために様々な規制措置がなされており、毎年改善や変更が加えられ、毎年常に同じ規制状況となるわけではない。 特に駐車場の問題は深刻でもともとただの市街地であるため絶対数が足りない上に離れた駐車場から歩くのを嫌った人が会場付近まで乗り入れ一部の規制解除場所を除き駐車禁止区域にそのまま路上駐車するという非常識な事態も発生している駐車場は主に行政側で確保している市役所や学校などの駐車場 主催者側に公式に届け出のある駐車場のほか、会場に近接する市街地内に個人や企業が貸し出すものがある。このため、例年では会場周辺のエリアは10日ほど前から駐車禁止となり、当日は午前9時に一般車両の乗り入れが規制される。規制区間内の住民には通行届出証が発行される。公式に届け出のある駐車場では、 当日の完全規制時間までに車両の乗り入れができる通行届でしょうが交付される。規制解除は歩行者の状態が落ち着く午前0時前後まで待たねばならず、規制解除後は流出車両で大渋滞が起きている。過去には観覧席を確保するために発売2週間くらい前から近くの公園や 河川敷にキャンプを張るくらいの盛況ぶりであったが、2007年の周辺住民との騒音問題で2008年は公園内を規制し、抽選整理券制度に変更した。当日は交通規制があり、大曲駅では改札制限などが行われ、例年混雑している。東日本旅客鉄道秋田新幹線、大曲駅下車。徒歩30分。当日は、 定期列車の増結が行われるほか、秋田新幹線、東北新幹線、大宇本線、北上線、東北本線に臨時列車が多数運転される。臨時列車には、花火、ナイアガラ、スターマインなどの愛称が付けられている。なお、秋田新幹線と東北新幹線の臨時列車は、小町として運転される。広の大局駅では、臨時改札口を使用して、 方向別改札が実施されるほか、秋田駅では臨時の切符売り場と列車別の待合所が設けられることがある。この所要時間は通常利用した場合の時間である。渋滞予想は大曲り花火アクセスナビの渋滞データバンクで確認できる。ありがとうございます。